どうこの線を見てったらいいんだろうっていう、なんかちょっと手相気持ち悪くないですか。おい、来年2020年のカジサックさん、はい、これ時期になってます。秋あたりにかけて何かで、どうもカジサックです。どうもヤマサクです。どうもトシです。どうもハナです。どうもシャンジャニー。ここで面白いの来たんだよ。はい、今日も今日も晴れじゃない、はい、僕コージーサックです。はい、ありがとうございます。さあ今日なんですけども、うん、なんと島田秀平さんとのコラボで決まりました。でもやっぱり島田秀平さんといえば、うん、手相じゃないですか、はい、これ年末ですわ、我々のファミリーのね、うん、それぞれの手相を見てもらおうかなって、そしたら快く OK 出していただいて、ちなみにもう島田秀平さんには前もっておのおのの手相を渡しております。で調べてくれたらしいねんけど、うん、聞くところによると一人1時間以上かかってるって。ほんまに申し訳ない。じゃあ、うん、これ全員の合わせて、うん、9時間以上かかってるってこと。そうだね、なんで今当時の喋るの撮っちゃったの。あそうだよ、今完全に当時が言おうとしてた。ほら今回がっつり見てもらってるそうなんで、一人ずつちょっとやっていこうかなと。めっちゃ嬉しい。嬉しい、うん、やっぱりね、うん、子供たちの運勢とかやっぱ気になるから。確かにな、うん、めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみ。あ、かんちゃんもこういうの大好きなの。来年の運勢、わ、これやっぱ気になるやんか、うん、年末特有やん、こういう特番ようあるやん、うん、呼ばれてません。自分のチャンネルでやっちゃえっつって。個人もさ、個人の未来とかさ聞きたい。そうそう、そういうのを今日は島田さんが教えてくれるからね。くらー、あーちゃんと話聞くんだぞ。もうええちゅってんすよ。わかった。はい、せんちゃんと楽しみ。どう見える。あはははは、本日もせーの、お願いします。はい、島田秀平さんでーす。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、なんで手相で俺よりも前に出ようとするんですか。手相は俺のもんでしょ。ね、癖で前に出られると負けたくないから。初めてでしょ、この手相のポーズしたんだ。初めてやりました。いや、島田さんありがとうございます。ありがとうございます。本当にコラボしていただいてありがとうございます。本当光栄です。ありがとうございます。とんでもございません。相当大変やったと思うんですよ。はい、大変でした。ちょっと見てくださいよ、はい、大体ね、今回こんな感じでまず見てるのと、はい、あとこれ全部こういう感じで、え、はい、皆さんの分こうやって見てるので、うわ、正直いろんなこう番組よりも、はい、力入っております。今回は一人ずつ下から順番にいこうかなと思って。お、はい、せんちゃんから。せんちゃん、いやもう本当に皆さん面白い手相ばっかりで。そうなんですか。一個だけちょっと我慢できないで言ってもいいですか。ええー、何ですか。ユーモア線っていう線があるんですよ。ユーモア線、はい、まあ、いわゆるお笑い線みたいな線なんですけど、はいはいはい、家族の中で、はい、カジサックさんが一番入ってませんでした。こんなにユーモアなんですよ。いや、もうちょっとカジサックさん入ってるんですよ。入ってるんだけど、そのカジサックさんが一番入ってないってどんだけ面白ファミリーなんだっていう。え、嫁サックにも入ってるってことですか。嫁サックとカジサックさんがいい勝負。もうコサックたちが、コサックももう この辺りでもすごい高いレベルで争ってるって感じ。ユーモアを、はい。すごいですよ。ちょっと今日楽しくなりそうやな。ちょっと一人ずつガッツリいいですか、聞いていても。はい、お願いいたします。お願いします。じゃあ先生、よろしくお願いしますわ。はい、オッケー。はい、もうどぎも抜かれまして。え、何がですか。家族の中でダントツ一番金運が強いです。薬指の下、縦に走る線が金運線っていうんですね、はい、でこれが長ければ長いほど金運がいいんですけども、はい、ここまで来てまして、はい、でこのお年で運命線、金運線、財運線でこういう三角形できてるんですよ。これは億万長者の層、覇王線と言うんですよ。覇王線、せんちゃん覇王線持ってるんだって。まあ、いわゆるこう芸能界でもその松本人志さんだとか、はい、トンネルズの石橋さんだとかと同じ手相をこの年にしてもう持っちゃって。せんちゃんすごいんだって。いいんだって。すごいびっくりしましたね。嬉しい。
あの今一番ね小さいからと思って、はい、子供扱いあんましない方がいいなと思ったのが、はい、正義感がすごく強くて、はい、目がまっすぐで、はい、しっかりと努力ができる、子供扱いなんかできないぐらい、せんちゃんの方がしっかりした大人になるような星をめちゃめちゃお持ちなんですよ。そうなんですね。こういう横線が入ってるんですね、はい、これあの正義感が強い正義線なんていうふうに言いまして、はい、まあ多少頑固だったり、はいはい、自分はこうだっていうのが強い部分もあるんですけど、嘘なんかついちゃったらもう絶対ダメですよね。子供扱いなんかしないでちゃんと大人として扱った方が本当にこういいんじゃないかなと。確かにすごい見てる。ママさっきあれ隠れて食べてたよねとか。確かにな。ほんで何を隠れて食べてるの。センちゃんに隠れて食べるって何よ。メルティーキスとかね。メルティーキス。メルティーキス。でびっくりしたのが、はい、こう感情線っていう線があるんですね、はい。この入り口あたりにねプツプツってこう丸がね楕円形の丸が結構入ってくるんですよ。はい、これお見通し線って言って、はい、物事の本質を見極める、これはいいんだ悪いんだってことを見極める目を持ってるっていう線なんです。ちょっと待って、すごいんじゃないですか。すごいですよ。鼻くそをじってるんだよ。すごいこと言われてるんだよ。本当に真面目だし、はい、やるべきことをしっかりと遂行していくので高い評価を得られる。でお見通し線って物事の本質、ここがいい悪いとかも言えるので、はい、素晴らしいアドバイスもできたりする、まあ、困った人を助けられる人なんですよね、だから今後家族で何か問題が起こったらセンちゃんが決定権握っていくっていう。ちょっと待ってください、過去に僕の動画でセンちゃんに任せろっていう動画があるんですよ。それめっちゃいいじゃないですか。ベルト巻いた方がいいんだって。いやだから次の日に出した動画があれ奇跡起きてて、実はパパどうしたらいいかなって YouTube って言ったらベルトを巻いた方がいいって言われたんですよセンちゃんに、でたまたま奇跡的にその次の日に出した動画が僕ゴルフ動画で、ジャージ着れないじゃないですか、たまたまベルト巻いてたんですよ。ほんでその動画が今もずっとなお伸びてるんですよ。うわー、これすごいことやから、うん、せんちゃん、せんちゃんに任せたよ。こういうことですわ。こんなこと言えるんすか。誰も言えないかもしれない。うわー、まああの和田アキ子さんはね頭脳線短いからあんまり任せられないですから。いや何を任せろ、アッコに任せろ言ってますやん。頭脳線短いんですよ本当に。よろしく。まあ、こんな部分があると思います。そうですね、すごい頑固。めちゃめちゃ頑固。進めたらこうっていう、はい、まあ、我慢強い部分があるんで、うん、まあ、黙々と目標に向かって頑張っていける、うん、多少の困難があっても自分でそのね壁を乗り越えていくっていう強さもある、うん、地に足をつけて、マイペースに人生を切り開いて持ち前の底力、はい、持続力でもう本当にね成功への道を一歩一歩自分で踏みしめていけるって、もうね何にも言うことありません。マジっすか、すごい。よかったね。職業、はい、向いてる職業、せんちゃんまだちょっとちっちゃいんですけども、あった、分かったりするんですか。で物事の本質を見極めるためがあるので、はい、例えばカウンセラーと、はい、先生と呼ばれるような仕事、はい、弁護士もいいですけども、そういう人も非常にいいと思います、はい、その一方でですね、覇王線、億万長者の線ありましたよね、はい、資産運用とか結構そうやってお金をどん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 こう増やしていくという才能にも秀でてるという星があるんですね。資産運用。せんちゃんがこんなん聞いてもあれなんですけど、はい、そういう手相って変わるって聞くんですよ。変わりますね。覇王線も途中でなくなっちゃったりするんですか。もちろんもちろんあります。で子供は変わりやすい部分あります、ね、ただ今回手相並びに名前の字数、画、はい、数と生年月日でも見てますので、はい、あの割とこれは生涯変わらない運勢なのかなってことがありますね。すごい手相なんだって。どう、楽しい。将来お父さんお母さんがお金に困ったらたくさんお金あげてあげてね。ありがとう、せんちゃん。ちなみに、はい、あの、せんちゃんラッキーカラーがですね、はい、オレンジ色は。へー。でさらに、まあ、これはちょっと生年月日で見たせんちゃんの来年のラッキーアイテム、はい、聞きたいというのがあるんで、はい、まあ、もうちょっとこう参考にしていただきたいんですけども、はい、トマト大好きなんです。あ、そうですか、はい、来年ロックトマトが結構あのまたグッと運気を上げてくれたりするので、せんちゃんトマトたくさん食べようね。トマト大好きだもんね。やったー。こうトマトのこうね服とか、はい、柄とか、はい、トマトの被り物とかそういうのもいいぐらい、自分自身がトマトになってもいいぐらいですよね。どういうことですか。最後だけちょっとなってみよう。自分自身がトマトになってみてもいいってどういうことですか。取り締まり厳しくないですか。いや速攻逮捕ですよ。確保されました。無期懲役ですよ。長っ。ちょっと
トマトぐらい言わせてください僕以上で大丈夫ですか。いや逆に何でも本当にもし本当に聞いてみたいことあったら、じゃあせんちゃん島田さんに何を占ってほしいですか。お金。お金お金はもうね腐るほど入ってくると思うんで3人には愛されてますせんちゃん。なんでマジで今お金って言ったの。なんなら一番家族の中で、はい、土台がしっかりしてると言ってもいいかもしれない。そうなんですね、はい、じゃあ何かあったらな、うん、せんちゃんにお願いしようか。いやありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いてはコジサックです。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いしますわ。よろしくお願いします。お願いします。楽しみだね。うん。なんかどんなことを見てほしいとかあるんですか。お金持ちになるとか。君もか。あとはさ、さ、かっこよくなるとか。あ、そういうのもね。なるほど。モテるとかね。そういうのも知りたいよね。うん。うん。かっこよくなれるかって話ありましたけど、もうね、おじさん断言します。あなたは。かっこよくなるために生まれてきた人です。どういうことですか。どういうことですの。親指の付け根この下にですね、はいはい、ここねピッピッってこう線が入ってるんです、はい、これカリスマ線と言いまして、カリスマ性があって、はい、責任感があってみんなを助けるみんなのヒーロー。これは嬉しいな。まあ、矢沢永吉さんなんかにも入ってたりもするんですけども、まあ、正義感があって、はい、面倒見の良さ、はい、そしてリーダーの資質を備えている、自分が正しいと思った道突き進んでいくヒーロータイプ。どうこじやったやったね。嬉しいな。もうね僕泣きそうになっちゃったのがこの生命線内側にね横線バーっていっぱい入ってるんですよ、はいはい、まあ、これ実はねお子さんたちみんな結構あったんですけども、うん、愛情線、困った人を助けてあげるとか、まあ、すごくね、人を裏切らないとか、はい、熱い気持ちを持ってるっていう、でこれ実はカジサクさんめちゃくちゃ入ってるんで、ここね、やっぱみんなにこれが伝わってきてるなっていう。そうなんですね。これをもうちゃんともう遺伝としてみんなの線に刻まれてましたね。いや、コジってでもほんまにそういうとこあんねんな。けど幼稚園時代にお友達がちょっと泣いちゃって悲しんでる時にそのお友達のとこ行って変な顔とかギャグとかして笑かしてお友達が元気になるっていうエピソードがあったりするんですけど、そういうのを守ろうとしたんだよな、うん、今笑わすって話ありましたけども、はい、これがね感情線っていう線があってここにねクーみたいに線が入るとこれがお笑い線ユーモア線っていう線なんです。そうなのクーみたいなやつ、はい、でこれが、まあ、カジサックさん以上にめちゃめちゃ入ってる、はい、いや確かに彼には勝てないです。彼はね僕の中では今カジサック家の中で一番ユーモアなんで、いっぱい入ってるって。へえ。まあただ優しすぎてしまう部分もあるので、ちょっとね、みんなのいらないものも背負ってあげちゃって、うん、自分自身苦労してしまう時はあるんで、うん、そこはちょっと見といてあげてほしいなと。これね、長男やと思ったらコジサックなんだ、はい、なるほどね、まあ、とにかくパワフル、気力、行動力を持っていて、うん、自分の将来の夢、こうだって決めると、うん、その場で栄光が手に入るという。ただ、早くにやりたいことを見つけてそれに向かって突き進むことが結構大事だったりしますね、はい。うわ、じゃあ今言ってみたらね、ちなみに今何になりたいか。ヒーロー。それ今周平さんの話聞いてた。夢変わったろ。前までユーチューバーって言ってたやんか。あんまりさ大変だからさ見てて、ユーチューバーが、うん、だからコジは大変なのしたくないからやらなかった。で新しい夢がヒーロー。ただね、今日ここにメモがあるんですけど、はい、将来向いてそうな仕事、ヒーロー、弱い者の味方って書いてるやん。すごい。まあ、いわゆるね、その悪役を倒すとかっていうヒーローじゃなくって、はい、人のために頑張ることで自分にも返ってくるという、もうすごく分かりやすい星があるので、はい、複数リーグの人にすごく珍しい、こういうサークルって丸が入ってるんですよ。あ、これ珍しいんですか。これ珍しいです、はい。これはその部分に力がぐーって集中してますよ。ここお金に対する部分なんですね。だからまあ金運お金にこう恵まれるんですけども、はい、結構ね会社立ち上げるとかね、なんか社長タイプみたいな感じでもあるんですよ。マジっす、コジがですか。自分の儲けじゃなくってみんなを幸せにする、はい、社員の方とか社会
みんなを楽しい気持ちにさせるんだっていう会社を作られるとすごくいいし、それがまさに小次郎くんのヒーローなんじゃないかなって思います。なるほどね。どうよ、聞いてみて。すごい優しい頑張ってな、うん、あとは金魚、なんか金魚が結構いいんですよね。ラッキーアイテムというか、金魚飼ってもいいですし、はい、まあ、金魚すくいとかやってみてもいいですし、はいはいはい、あとは金魚の被り物とか被ってみてもいいですし、すぐ被らせますよ。うちの子に。おかしいでしょ、トマトの被り物とか。下の下にそう。あれやっぱ無理ですね、これやっぱなかなかこれ捕まっちゃうんですね。スーッと今度来るかなと思ったんですけど。金魚飼って。なあ、金魚飼うのもちょっと考えようか。うんうん、じゃあちゃんと俺言って。ありがとうございます。いやと社長になったら、うん、みんなのためにお金稼いでパパとかと乾杯したい。泣いてやろうか。僕がちょっと泣いてきちゃいました。ありがとうございます本当に。ありがとうございます。はい。続いてはカンちゃんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。緊張するでしょ。ねえ。まあ一言で言うと、はい、神田ちゃんもうね、みんなから愛されて、でみんなを笑顔にするために生まれてきた人。ちょっと待ってください、志村さん。ほんまですか。みんないいんですけど。まずですね、はい、もちろん愛情線はいっぱい入ってますけども、うんうん、感情線の先がね、見ていくとね、こう三つ股に分かれてくるんですよ、はあ、こういう女性っていうのは上げ情線とも言いまして、うん、言ってしまうと周りの運気を上げちゃう幸運の女神。幸運の女神やねんて、はい。そして薬指の下に半円が入ってます。これはムードメーカー線とも言って、うん、周りを明るく楽しい気持ちにさせる天才。持ってるですね、星がもう明るく無邪気、愛嬌がよく、人に助けられて、その結果みんなから助けられるという、人に恵まれてすごくもうたくさん楽しい思いでこう暮らしていくというね、すごくいい星をお持ちなんですね。うわ、星持ってんねんてかんな。ただただラッキーなわけじゃなくって、はい、サービス精神も旺盛だし、純粋だし、うん、女性の可愛らしさもあるから、うん、その異性だけじゃなくって同性からも好かれるって、もうこれはもうカンナちゃんの魅力なんですね。そうなんや、男の子だけじゃなく女の子からも好かれるんやって。これは好かれますね。嬉しい。どう、うん、嬉しい、友達いっぱいできるもん。あーそうだな、っていうかカンちゃん友達多いもんね、うん、これね、生命数の違いにこれ点が入ってて、これほくろなんじゃないかって思うんですよね。赤い点、あ、確かにちょっと赤い点がある。はい、これですね、実はほくろだとすると、うん、バイタリティボクロといって、うん、いろんなところに行動的に顔を出して、うん、人のなんか何倍も、まあ、生活しちゃうなんていうスーパーマン、スーパーウーマンってほくろなんですね。バイタリティっていうのはバイタリティだ。ちょっとね、お父さん頭脳性短めなんだ。持って生まれてるパワー、エネルギーが人の何倍もあるから、うん、人の何倍も将来活躍できちゃうってこと。でもね、お調子者、乗せられるとすごくね、お調子者乗る。分かるわ。でも、褒められるとそれをパワーに変えてすごく力発揮するので。分かるわ。もうすごいね、カンナちゃんって、もうどん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 褒めてあげてほしいですよね。カンちゃん褒められるの好きだもんね。ダンスとかやってるんですけど、やっぱ褒めたらもうどん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 練習してやったりするんで、しかも上げ状でしょ、うん、周りに幸せをね振りまくわけでしょ、うん、ダンス、それも開運ダンスかもしれないね。周りにね運気が上がっちゃうダンスで、こういう風に見えて実は寂しがり屋な面が結構ある。わっかー。確かにすごいっすね。で、優しいから困った時にですね、あんまりこう周りに相談できなくなっちゃう。カンナちゃんは周りをみんなを幸せにしてるから、みんなも助けたい、何かあったら力になりたいと思ってるんで、特に家族、兄弟に困ったらどん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 話した方がいいと思いますよ。話してるじゃん。そうだね、うん、よく話してるんですよ。僕も結構そこは子育て論の一つで、はい、まあ、嫁もそうですけど、もう悩んでることだったりとかっていうのも結構カンナは話してくれるんで、それを続けていこうか、じゃあ、うん、ね、うん、こんな人を幸せにする星を、もう天性の星を持っているので、うん、サービス業とかいいですよね、はい、人に接する仕事、はい、あとはタレントとかもすごく
タレントは、向いてるんだって。興味ある？そんなにない。あの、まあ、天性のエンターテイナー、みんなを幸せにできる天才なので、まあ、なんかやっぱり人と接する仕事の方がいいかななんていうふうには思ったりしますね。で、これを聞いてどう思った？じゃあ参考にした。参考にしたいか。あるぞこれ。すごいのが、うん、あの生年月日をバラバラに足していく、うん、最後出た一桁の数字を出すという運命数とか、はい、ソウルナンバーって聞いたことありますか？はい、あ、なんか聞いたことある。あの普通1から9の数字で出すんですよ、はい、ただまれに最後がゾロ目になる子がいるんですね、はい、それはマスターナンバーといって、はい、選ばれし数字なんですけども、カンナちゃん計算していくと、はい、22番。うわっ、マスターナンバーや。まあ占いって統計学なんで、こういう人はこうだって当てはめたいんだけど、まれに当てはめられない、ちょっとこう変わった部類がいるわけですよね。はい、さあなんでマスターかっていうと、昔は神様と人間の橋渡し役、うん、だから神様の声を人々に伝える神官とか巫女とか、うん、まあ、いろんな儀式というのは、うん、お祭りとか歌とか舞なんですよね、うんうん、だから踊ったり体を動かしたりとか、うん、そういう表現するっていうのはすごく向いてるのかなと思う。わー、じゃあ今やってることも良かったね。ダンスやってるもんね、新体操と。22という数字は革命家っていう時代を変える数字って言われてるんですよ。歴史上の人物でいうとちょっと嫌かもしれませんけど、坂本龍馬とか、 あと初代総理大臣伊藤博文とか、はい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 、あとソニーの森田会長とか、はい、まあ、そういう感じでなんかこう時代を変えて今までのやり方を壊して新しいいいものを提示していくっていう星を持ってるんで、すごいぞ。何になりたいかまだ分かりませんけど、その世界に行ってもう新しい時代を作れるぐらいのすごい人だと思う。そんなに嬉しい、嬉しい、嬉しい、よかったね。今んとこ億万長者、はい、ヒーロー革命家ですからね。やばい。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いては当時です。お願いします。どうしたどうした。何、超緊張してる。緊張してるな。将来僕は何についた方がいいですか？あ、職業ね。どちらのかした。当時君が、はい、じゃ一言でもし表すのは何なのか、うん、秋元康です。じゃあ分かりやすく言うと、もうひらめきの天才です。ひらめきの天才やって。当時ね、あの、うん、なりたい職業があるんですけど、はい、僕 YouTuber になりたいんですよ。これちょっともうその話いっちゃいますか。何実はですね、はい、まあちょっとじゃあ軽く、ちょっと手相とか言ってきますね。あ、行きましょう行きましょう。何あの、まあさ、まあ、まあもちろんユーモア線ね、面白いって線もいっぱい入ってますよね。いっぱい入ってるんだ、はい、でカリスマ線、注目を浴びて力を発揮する、人前の出る仕事はいいと思います。へえ、向いてるんだ、はい、こういう線、これおしゃべり上手線、アナウンサー線といって、そういうのあるんですね。人前で話すことが向いてますよなんていう非常にいい線なんですね。へえ、手相でそうなんだ。でさらにこのね、中指の下にこういう半円入ってます。はい、これ僕はふざけてアブノーマル線って呼んでるんですね、はい、ちょっと変わり者、変人ですよとか言うんですけども、ただめちゃめちゃいいアイデアの持ち主なんです。おー、なるほど、個性のある、はい、はい、ただ素晴らしいアイデア、人前でおしゃべりが上手、うん、人前でのが得意、面白い、もうまさしく YouTuber、と思ったんですけども、あら、ただやっぱ持ってるアイデアが素晴らしくって、はい、ゼロから1を作り出せる天才、ひらめきの天才、アイデアが素晴らしい、うん、って部分があるんで、うん、プロデューサーとかクリエイターとか企画とか起業家、もうなんか YouTuber を束ねてそこにアドバイスを送っていくような、そもう一個上のポジションでいいんじゃないかなって僕は思ったぐらいなんすか。はい、わお。カイサックさんを手足のように動かしてそこにこう指示を出すような。あと2つか3つくらいあるんだけど、聞きたいこ と, いこと、うん、聞いて聞いて、はい、僕って、正直ちょっと聞くのがすごい恥ずかしいんですけど、うん、お金持ちになれたりしますか？あのね、お金持ちはですね、はい、さっき金運の線もありましたが、うん、小指の下、こういう線入ってます、うん、これは財運線、うん、将来的に財産が得られるといういい線です。あ、やっぱあんねや。ただ財産って、うん、お金ももちろんなんですけど、人も財産じゃないですか、はい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 、人材とも言います、うん、
なので、まあ、人に恵まれる方にもこの線が入るんで、うん、なるほど。どちらかは分かりませんけど、お金とは言い切れないってことですね、うん、なるほど。もっとジャンル関係なく、いろんなことを失敗を恐れずにチャレンジした方がいいと思いますよ。だからそれを聞いた時に我々親はやめとけって言うんじゃなくて、やりなさいやりなさいの方がいいってことだ。いいと思います。これ親としても勉強なのな、うん、あ、じゃあ当時聞いていい？いいよ。まだあのどうした？ちょっとね、うん、これパパの前で言うの恥ずかしいんだけど。なんで？あの僕って結婚しますか？ああ、結婚線、恋愛線ね。そう、ちょっと恋愛線が気になるんです、すごい、うんうん、あの恋愛の話なんかいいですか？はいはい。ちょっとこれ子供に言うのちょっとデイジなんなんですか？すぐこれ出てきたんですけど。ちょっとすいません。ちょっとすいません。僕もちょっとだ。これは当時カメラ止まってから言うわ。まあでもね、モテると思います。ただね、当時くん自身もちょっと、うん、惚れっぽいところがあるかもしれない。なるほど。うん、ちょっとわかる気がするな。でも当時は不倫とか絶対しないから。なるほど。絶対しないよ。お前そんなこと言うようになったら。俺今ちょっと感動してるかも。裏切るとかもう本当ないから。絶対ない。ない。一途。ない。なるほど。やっぱり正義感があるし、はい、度胸もある。人が好きなんで、やっぱ人を裏切るようなことはしないっていうね。はい、もう絶対したくないです。そういう手相なんですね。はい。なんだろうな、僕のイメージなんですけども、すごい気遣いな子なんですよ、はい。長男なんで、周りの目を気にしすぎてる部分があるのかなって思うんですよね。もっと自由にしてほしいなっていうのは思うかも。じゃあ、僕自由にします。お、言った。大丈夫ですかね、その辺は。結果でしょうかね、2020年。ちょっとね、当時くんチャラくなるって星もあるんです。チャラいのは嫌だよ、もう。チャラくはならないと思う。大丈夫、うん、ならない。でも中学生だからな。うん、あり得るかもしれないでしょ。ありえるかもしれない。なあ、本当にいいと思う。大丈夫、ママが目光らして。ママの目はすごいぞ。ママ怒らせたらめちゃめちゃ怖いって言って入ってもう本当びっくりしました。もうお母さんには勝てないと思って、お母さんにはもう従った方がいいと思います。じゃあ手相のこと聞いていいですか？はい、もちろんです。僕って人に優しくできたりしますか、大人になったら？できると思いますよ。人に恵まれます。周りの人に恵まれるんだって。うん、でジャンル関係なく、なんか当時くん自身が本当にチャレンジ精神旺盛で、いろいろと頑張れる人なんで、いろんな世界の人とつながれると思います。当時くん自身が人を差別しないので、うん、それは本当にそうです。もういろんなこと仲良くなれるんですよ、はい、だからもう年代も関係なく、男の子も女の子もいろんな仕事の人みんなと仲良くできて優しくできると思います。すごない、うん、めちゃくちゃ当たってます。マジで。いや、ありがとうございました。本当にありがとうございました。さあ、いよいよ嫁サックでございます。いやー、これ一番苦労しましたね。えっ、そうがね、なんか見たことないぐらいなんか珍しい。どう見たらいいんだろうっていう。そんな珍しい手相なんですか？だからまあお子さんってすごかったですよね、はい。億万長者、うん、ヒーロー、革命家、天才ってきましたけど、はあ、ヨメサックさんをもし言うとしたらもう変人としか言えない。難しいっすよこれね。手相は多分これ見る人が少ないと思います。マジですか？どうこの線を見てったらいいんだろうっていう、なんかちょっと手相気持ち悪くないですか？おい、言い方あるだろ。お前の手相気持ち悪い。おい、チラチラ見てしやがって。本当に確かにテレビとかでその手相のやつとかやってても、うんうん、ないんだよね、当てはまるのがなかなか。あ、やっぱり変わってるから。その線をどう解釈してるかって結構多分占い師によってこう変わってくるぐらい、はい、まあただ間違いないのは頭脳線がすげえ短いのは短いですよ。すごい短いですよ。すごい短いなっていう。あの頭が悪いっていうか直感型。はい、なるほど。でもこう直感鋭いので、まあ考えすぎるよりもワクワクする方を選んでいった方がいいよっていう、まあタイプかな。なるほどなるほど。僕の解釈だと感情線がこれ2本あるんですね。ほう、はい、はい、これは二重感情線というふうに言いまして、はい、2倍の思いやりがある、うん、本当にこう優しい人、うん、ただ感情が2倍なんで、うん、怒らせたら2倍怖いとか。わかるわ。わかりますわ。
悲しませてしまうと2倍悲しんでしまうとか。ああ、もう基本的に2倍になるってことですか、はい、頭じゃないです。心で生きてる、もうまっすぐな、もうほんと可憐な少女みたいな人っていう感じです。へえ、そうなんや。思い当たる節ある？わからない。で、あとは人差し指の下にこう縦じわがいっぱい入ってますね。ああ、そうですね、はい。いけるわ、ほんまや。リアクションバカっぽいですね。なんで嫁さんから当たり強いんだよ。ああ、そうですね。確かにね。本当だとかじゃなくて、ああ、そうですね。これ実はあのよちよち線っていう、よちよち線、はい、今度5人目お母様になられますけど、はい、これがある人っていうのはずっと子供っぽい、まあ大人になりきれないっていうか若々しい子供の気持ちを忘れない人だから、子供たちとも、はい、こう友達のようにすごく仲良くいけるじゃないかなって感じがします。ああ、それはありがたい。ずっと変わらないもんね、その辺、子供の接し方というか、他の他人の子でもそうですから。ああ、そうなんですよ。二重感情だから2倍可愛がれちゃうし。なるほど、ね、すごいいいですよね。 いいんだ。社交的で楽しい人だし、感性が豊かだから、うん、まあ、趣味なんかを今後ね、まあ子育てちょっとこうね、はい、余裕ができてきたらしっかりこう作ってもらって、うん、でしかも芸術の才能にも秀でてるって部分があるんですよ。あ、絵うまいっす。あ、そうなんですか。絵上手なんですよ。152パターンに分けた中でもトップクラスの芸術の才能に秀でた星を持ってる。そうなんですね、はい、だからやられたらいいなーなんて思いますね。絵描いたりとか物作りとか好きなんですよ、すごく。ぜひぜひぜひ。見てない。これなんでやった方がいいかっていうと、はい、さっき二重感情線って言いましたけども、はい、これ生年月日でもそうなんですけど、優しいし気がつくんですよ、うん、はい、だからできてないものとか、違うものに対してやっぱ目についちゃうんですよね、うん、人が気づかないことも、うん、それが溜まって溜まってバーンって爆発しちゃうと、はい、すごくかわいそうな、うん、になってしまうので、やっぱり発散方法をいかに作るかが大事なんですよ、ね。あ、なるほど、発散方法やって、僕といる時が一番発散してるんじゃないですかね、はい、おいちゃうんかい。あ、でもお二人はめちゃくちゃ相性いいですよ。え、お前ですか。わ、嬉しい、よかった。同じグループにいますんで。同じグループに全く一緒じゃないんですよ、はい、全く一緒だとまたそれはそれでこうなんかね、自分を見てるようでイライラしちゃうんですけど、はいはい、同じグループのいい距離感なので、うん、まあ、相性いいと思います。なるほど、イエーイ。ありがとうございます。これは例えば何か聞いてみたいことがある。いや、やっぱ出産じゃない。そうですね、うん、今年の健康と出産、はい、もうね、ここに2本ピッピッて半円が綺麗に入ってます。はい、ソロモンの輪、別名幸運のリング、1本でもあれば嬉しいことが起こる予兆という大吉兆線が2本入ってます。ここも2枚やん、すごい。安産に恵まれるってことなんですかね。もうね、本当にこう幸せが待ってると思いますね。うわー、嬉しいな、よかったな、ほんまに。ただちょっとこう春夏にかけてちょっと体力が落ちて、まあ風邪をひきやすくはなってくる部分があるので、やっぱりうまく休憩を取っていただかないと良くないかな。来年の春夏ですね、はい、覚えとこう。春夏ゆっくりしい、ほんまに、うん、あ、首、肩、喉とかちょっと注意しますね。首がね、うん、私あのもともと首ヘルニア持ってるんで。そうなんですよ。そうやっぱそん出てるんだ。首肩すごいな、占いってマジで。なんかこう今こうやってサポートしてるけど、うん、あのそれは役に立ってるのかなと思って。あ、僕のことを。そう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 、私がこうプラスいることでプラスになってるのかなと思って。さっきあのカンナちゃんにね、上げ上線があるって言いましたけども、もちろん奥さんにも入ってるんですよ。でこれはまあ上げ乗船だから、一緒になった人の運気も上げてくれるっていう幸運の女神なんですよ。なるほど、神様なんです。神様だからここを大事にすると御利益があるけども、ここを、無下に扱うと罰が当たる。でもそれは僕胸張って言います。それはないです。僕はもう絶対に無下に扱うことはないです。僕はもう女神やと思ってるんで、ニコイチだと思ってるんで、大好きなんで。キスしていいですか。全然求めてないです。まあ、もちろんご自宅なんで2回キスしていいですか。ソロモンの和文。ソロモン。なんだっすかそれ。手相いじんだよ。すげえツッコミ。手相いじんだよ。本当によかった、本当にありがとうございました、うん、本当にありがとうございます。というわけでいよいよ私カジサクの番です、うん、緊張しております。あ、どうでしょうか、私の手相の方は。まず来年、はい、2020年のカジサックさん、はい、これチキになってます。多忙、非常に忙しくて、はい、ワンランク上に上がる年、そして秋あたりにかけて何かで、まあ冬かもしれませんけどもね、
表彰すらされるんではないかと思って。これが分からないですよ。表彰なんかされるんですか俺。何かもう賞をもらうとか、はい、なんかそれによってまたそのカジサックさんのこうステータスというか、はい、立場がバッて上がるような、もう本当に飛躍の年になるかなという。マジっすか。実は来年からが本当のカジサックさんの人生のスタートなんです。え、今まではそうじゃなかったんですか。僕は2019年、いや2018年がスタートかなと思ってたんです。10月にデビューしたんですけど、あの2020年、まあ、もっと言うと8月7日誕生日からが本当のスタートかな。そうなんすね。これ何かっていうと、はい、今までの苦労とか人生ってこのためにあったんじゃないかって思うようなぐらい人生のテーマが見つかってくる。でそこに向かって準備もいろんな自分の技量も伴ってるんです。よし、俺の人生このためだったんだってことで走り出す年だと思うんですよ。めちゃめちゃ嬉しいんですけど。だから今まで本当もう正直死んでたみたいなもんですよ。何ちゅう言い方言い方悪いわ。それは何も言わなくて言い方悪いわ。死んでたみたいは言い過ぎだわ。僕でもね、ぶっちゃけた話、2018年から2019年、今年はある意味もう僕の中で見つけたなっていう感覚だったりしたんですけど、さら、はい、にあるってことですね。あのこの 1,2 年間はですね、もうただただそれに対して感謝する、うん、でそこからまた1段階上に上がって、今度は周りへの感謝を形にする、恩返しをする、人を助けていくという年に入るんですね。で元々そういう星持ってるんですよ。そうなんですか。だからそれがやっと発動されるんですよ。やっさげ、なんぼでも助けたるからな。ありがとうございます。もっともう世間とか、はい、でもっとみんなの生活が楽しくなるように、うん、じゃあ俺は何をしていくんだってい う, もうそういう段階に来たんじゃないかと思いますね。はー、ありがとうございます。ちょっとこう言われると探し始めるな。でまずね、はい、その人の人生成功を表す運命線ってあるんですよ、はい、手の中央縦線なんですが、普通これ1本で回ればいいんです、はい、ちなみにあのオリラジアッチャンはそれを入れに韓国に手相の整形手術を入れに行ったっていうぐらい、長田さん欲しいから入れに行ったんですか。番組の企画ですけどもね、はいはい、何年か前に、はい、僕は2本入ってるんです。これ二重運命線って言って、はい、人の2倍活躍できるとか、はい、1つじゃなくって2つの場所で、成功できるとか、2つの場所で輝けるとか、収入源があるとかっていう、はい、まあ、それぐらいもうバイタリティ溢れた人なんですよね。ってなってくると今の活動って僕ある意味そうなんですよ。キングコングの梶原としての顔もあったりするんで、芸能活動と YouTuber 活動だったりするってことですか。いいと思います。うわ、でこれなんでかっていうと、はい、結構突き詰めちゃう星があるので、はい、一つに絞ってしまうとそこで悩んじゃったりする。その時に2つの顔があることでお互いに行ったり来たりで結果気持ちもいい影響が出てくるんです。すっごいわかります。だからそういう風にちょっとこう逃げ道じゃないけども、はい、今日はこの仕事、今日はこの仕事っていう風な行き来ができることは非常に精神衛生上もいいのかなって感じがしますね。ありがとうございます。でですね、はい、手の真ん中にも綺麗な十字が入っております。はい、あ、入ってる、これだ。これ神秘十字線、神秘的な力に守られている、はい、運が強い強運の星も持ってる。そしておしゃべり上手の線入ってますか。めちゃくちゃ綺麗に入っております。上沼さん、ありがとうございます。入ってましたか。そして生命線、内側、縦横、格子状、四角が入ってきてます。これはイケイケ線、まさに運気上昇、新しいことを始めていくという、はい、だ手相的にももう時期ぴったりなんですよね。そうだったんだ、はい、とにかくね、梶原さんってね、もう生年月日名前見てもまず出てくるのが、はい、もうね、正義感、まっすぐ、はい、熱い気持ち、はい、もうなんなら熱すぎるぐらい、そういうものが熱いものをたぎ出してるんですよね、はい、だからまあ仲間思いで責任感も強い。ただちょっと上下関係に厳しくなりがちとか。それで一回中田のあっちゃんといろいろありました。そこはあの動画の方も僕は確認させていただきました。しびれました。クイサクさんは、はい、とにかくですね、みんなからすみません、ね、語弊あったら全然、とにかくみんなからね、崇められたい人なんです。僕がもうね、おだてに弱すぎて、でもっと言うとね、あのちょっとバカなんで、あの他あるやろ、やかか、さすがとか天才とかも見えすぎた嘘でもあ、そうなんってこう力に変えるんですよ。だから皆さんね、僕はっきり言います、これからも楽しい動画見たかったら、もうヤジ一切禁止です。とにかく天才じゃんとか、すげえじゃん、うわこんなん見たことない、もうこれ嘘でいいんです、全部それを全部力に変える人なんですよ。俺おらんとこで言うんやそれ。全部聞いてもらったんですよ俺それ。聞いてるでしょ。でも気づかないです、この人。マイナスがなくないですか、全然。
もしじゃあマイナスとか注意点ですけどね、それ聞いておきたいんですよ。注意点どうしてもちょっとネガティブなところあるんで。あ、一応じゃあ一応ですよ、一応お願いします。まあ高原占いですからね。はい、はいはい、一応お伝えしますと、お願いします。2020年は、老いが進みますこれはしょうがないですね。腰、首、胃、ストレスで老いが進んでくるっていう、ね、これは急激に進みますこれはちょっとごめんなさい、はい、追いがきますって言い出したらそれみんなじゃないですか。みんなは1年ずつじゃないですか、はい、急激に追いがすぎる何かあったみたいな、もう面白い、シワシワなのかもしれないところ。それはだから皆さんでもそう思ってもあのぜひコメント書かないでいやさすがっすね追いも早いっすね人とちゃいますね、さすがっすね言うてください。じゃあみんなバカなんで、もう遅うなんだ、嬉しいんだからバカっていい意味で、ほんといい意味なんですよこれ、ほんといい意味で、マジでこういうこと言われたときに、はい、本当かお前とか言って疑って気持ち自分にね、はい、力にできない人いるんですけど、はい、それも力にできるから、なるほど、本当乗せられてほしいんですよ。ちょっとみんなほんまに乗して担いでみんなで僕を。いや本当そうです。僕バカなんでよろしくお願いしますじゃあこれほらご家族にもラッキーアイテムとか言ってたじゃないですか。はいはいはい。一応ちょっと言っとくと2つありまして、はい、日曜大工と、うん、すごい変なけん玉。えこれが一応いいと思いますんで。すごい変なけん玉ってなんですか。僕わかんないですよ。いやわかんないは困るんですよ。僕もキーワードで出してるんですよ、はい、でなんかこう丸ってものとなんか差し込むってのがあって、あじゃあこれ自分でけん玉って自分で解釈してるだけなんで。おでん、おお、おでんはどう。すごい変なおでんそうそう、変じゃないとダメなんですね。ちょっとこう斬新とかっていうのも見えてたのでキーワードとしては。へなんかだからどっかで、まあ、そのおでんなのかけん玉なのか、はい、ちょっとどっかで一回上げていただくとそれもなんか結果いい方に働くかなっていう。やろうよ、変なおでん作ってみたとか、ね、いやほんまにありがとうございました本当ありがとうございます。もうしかもなんか解散ファミリー全員が良かったんじゃないかなと思ったんですけど、総括いいですか。そうですね、はい、やっぱりね、千里ちゃんがもう億万長者、億万長者で、小次郎くんがヒーロー、ヒーロー、カンナちゃんが革命家、革命家、当時くんがもう秋元康、秋元康、はい、で梶作さん、はい、奉仕者、奉仕者、はい、そして嫁作変人ですいや本当にありがとうございました。ありがとうございました。もうとてもとても楽しかったです。いやもう皆さんね、手相素晴らしかったんで僕も見てた楽しかったです。いやほんまに珍しく多分めちゃくちゃ長い動画になりましたありがとうございますほんま。いや年末にこれは僕も嬉しいんで。いやそしてね、今回ですね、島田秀平さんのチャンネルもありまして、はい、そちらの方にコラボということで僕出させていただいてるんで、まあなかなか面白い内容になってると思いますんでねちょっとこうね、怖い話をね披露していただいて、はい、そうなんですよ。ぜひ概要欄に貼ってあるんでぜひ登録してみてください。飛んでみてください。お願いします。で実は僕今ねお話しいただいたんですけども、はい、この8月から僕もまあ YouTube チャンネルを開設したんですけど、はい、この YouTuber にとって、はい、その大事な資質、こういう才能って必要だよなと思うものを、はい、まあ5つとかあったらちょっと教えてほしいなと思ったんですけど。僕からですか。はい、まあ、ちょっと真面目になりますよ。ぜひお願いします。本当に聞きたいです。あ、なんか書こうとしましたね。いやでね、それを聞いて、はい、でじゃあそれにまつわる手相を今書けば、はい、じゃあそのできた手相っていうのがこれぞ、ユーチューバー戦だっていう風に言えるんじゃないかと思いまして。なるほどね、最後にそれ作ってくれるってことだ。はい、考えてきてますねぜひね、これで、ね、やってみてくださいね。これはユーチューバーさんも必見ですやんか。はい、これです。まあ、あくまでも僕のですけどね、今から言うのは、はい、僕が思う資質ってことですか。はい、僕がまず一発目にポンと思い浮かんだのは仲間思い。仲間思い、どういうことですか。要は僕ってチームで動いてるんで、一人でやられてる YouTuber の方には響かないと思うんですけども、僕はみんなで作ってるんですよ。僕って実はカジサックって一人じゃないと思ってて、みんながいてのカジサックっていうのがあるんで、僕が一番大事にしてるのは仲間を思うことだったりするってことですかね。なんかまず意外でした。なんか YouTube って結構孤独な作業でみんなやってるイメージがあったんですけど、はいはい、当時はそっちの方が多かったと思うんですよ。一人でやって、全てやってっていう方が多いんですけど、今は結構増えてきてると思います。分業制だったりとか。視聴者さんと一緒に作っていきたいっていうのがあるんで、視聴者さんも仲間だと僕は思ってます。はぁ、だってコメントとかもね、すごく名刀されてって、ね。そうなんです。だから僕全部毎日見てるんで、やっぱり仲間だと思ってるんで、言葉をちゃんと見るようにしてるっていうのは大事だなと思います。へぇー。もっと単純なことでもいいですか？なんでも、はい。これはもう絶対に研究ですね。
研究と言いますと、研究、その要は自分で答えを出してやることも大事なんですけども、その時々にあった他の YouTuber さんの動画を見て勉強することだったりとか、あ、何が今流行ってるんだろうとか、なんでこの動画は100万再生超えてるんだろうとか、結構見られてるんですね、いまだに。めちゃくちゃ見てます僕。こういうサムネイルの作り方いいなとか、これはちょっとあのもらおうとか、ヒントをもらおうっていうのでやってますね。はあ、これもう本当にあの可能でしたら、はい、最近こう気になってるチャンネルとかあったりするんですか？いや、気になってるチャンネルというか、ついついやっぱり見てしまうとかは、あの羨ましいなって思うのはありますね。言おうかな。え、大丈夫ですか？だから僕次に言おうとしてたのが企画力なんですけど。はあ、そうか、そこ違いますもんね。はい、あのやっぱり僕も企画考えたりとか、チーム開発のメンバーが考えてくれたりとかもする中で、もちろんみんな才能あるんですけど、うわこのチャンネルの企画力やっぱすごいなって思って見ちゃうチャンネルあります。それ聞いてもいいですか？プリットチャンネルですね。プリットチャンネル、はい、プリットチャンネルさんは企画力がやっぱ僕素晴らしいなと思いますね。もともと芸人さんやったんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。これ僕初めて見ましたわ。あ、すごい話聞けてますね。いやいや、とんでもございません。仲間思い、はい、研究、企画力で、それに見合う体力が必要ですね。体力やっぱ必要ですよね。いや絶対必要ですね。やっぱり体壊したら終わりなんで。あ、僕なんかで言ったら、まあ2018年10月1日から始めて2019年年末まで100万人登録いかなかったら引退すると僕は言ったんですけど、そこに対して僕毎日配信するのは絶対やめたくなかったんで、意地でも風邪ひかれへんっていうのがあったんで、一回も僕体調崩してないですよね。へえ、はい、もう一つ、もう一つ、あ、愛。なんかそれ1個目と被ってきます。出せよ5つ、出せよ5つ。早めの再放送来ましたけど。違う違う、おもろいっすね。違う違う違う、こっちすっごい楽しみに聞いてるのにもう1回入ってきちゃうから。ライバルを作る。え、これは面白い話ですね。ライバルを作る、これ実は僕メンバーにも言ってませんわ。この人を超えるためにっていうのを僕はちょこちょこ考えてやってますね。今いらっしゃるんですよね、ライバル。もちろん毎回います。あ、毎回ってコロコロ変わるんですか？変わったりもします。登録者数だったりとか再生数だったりとか、僕の目標を決めます。この人を超えるんだっていう、これマジで誰にも言ってないです僕。だから名前は言わない。そうですね、言えませんけども、僕は実はそういう考えでやってます。何かしらの目標がないとなかなか人間って頑張りづらいと思うんで、僕の中でですね、みんなに言うてるんじゃなくて、完全に僕の中でライバルを作って抜いてっていうのはやってたりしますね。数ヶ月で絶対ここ超えるぞとかは思ってます。めっちゃ恥ずかしいですよ。いやいや、すごい話聞きました、はい、どうやって自分を奮い立たせるかっていうのは大事だと思うんですよね。僕100万人行った瞬間一瞬危なかった時期あったんですよ。あれ何て言ったっけ、燃え尽き症候群、燃え尽き症候群みたいなって、僕2週間ずっと7度5分あったんですよ、熱。へえ、それまで1回も体調崩してないのに。すごい、やる気もあるんですよ、やる気もあるんですけど体がついてこないんですよ。それが治ってからちょっとなんかやっぱり目標を自分の中で作らなあかんなっていうのはあったりしましたね。で5つ、はい、はい、それで見合う線を書かせていただきました。できましたか。はい、対策さんが思う、はい、YouTuber にとって大事な資質、はい、この手相になります。出た。まずですね、この生命線内側の横線、はい、ババババババってやつ、はい、これは愛情線、愛情線、まさに愛情深い、はい、仲間思いって線なんですね、はい、この中指の下、これ半円入ってます、はい、これがまあさっきね、いましたよね、僕の子供の中に。当時くんに。当時がいた。はい。はい、まあ、アブノーマル線とも言うんですが、本当はこれ、研究家とか、うん、学者に多いっていう線なんですよ。なるほど、そこも必要だったりするんだ。あと、モノマネ芸人さんも多いんですよ。へぇー。すごい見て、研究するじゃないですか。なるほど、なるほど、なるほど。で、体力って言いました。はい、生命線内側にもう一本生命線があると、二重生命線といって、めちゃめちゃタフな人。タフな人。はい。はい、頭脳線の先が二股の人、これは、あの企画力があって素晴らしいアイデアの持ち主って線なんですね。おお、そうなんだ。で、生命線からピヨーってこう上がる線、これが上昇線、はい、向上線なんて言って、うん、まさに、自分の中で、目標を決めてそれをどん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 超えていけるっていう人なんですよ。あ、なるほどね。これちょっと YouTuber 線って言ってもいいですか？あ、いや、ぜひ僕なんかでよろしければ。皆さんありますか、これ。これじゃあ皆さんチェックしてみてください。その今から YouTube やろうとか思ってる方々とかちょっと見てみてください。これ一応僕個人的なやつですけども、じゃあ最後に、はい、全部あるかどうか見てくださいよ。そうですよね、これ大事ですよね。これ大事ですよ。それ言ってる自分がどうなるか、自分で言うといて。はい、でこれもすごいですよね。
はい、結果、5つ中、はい、5本中ですね、はい、2本となりました。うるせえな本当に。線出たら言えよ本当に。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。